こんにちは。こんにちは。だいたい約1週間ほど経ちましたけども、はい、腰の状態はいかがですか？座りっぱなしとか、ちょっと長時間昼寝とかしてしまって、結構繰り返してるなって思っています。なるほど、はい。この前、痛みはゼロっていうことだったんですけど、はい、今はどれぐらいですかね？7、8割戻ってきてます。結構戻ってますね。わかりました。まあ、自分の中では長時間座ってたり長時間寝てたりが原因かなって思ってるところですね。はい、わかりました。それに対してまたしっかり治療していきますので、まずはまたこの前と一緒で検査をしていこうかなと思います。はい、この前と一緒に前屈からお願いします。はい、はい、ありがとうございます。で、腰に手を当ててもらって反ってみましょうか。今前屈した時だったりとか後屈した時に腰に痛みはありました？ありました。後ろ後屈する時にポキッて言いました。ポキッて言いました。はい、腰が。そういった時に痛みもあったってことですね。痛みもありました。前屈は大丈夫でした？はい、 OK です。もう一度前屈お願いいたします。はい、で反っていただいて。はい、ありがとうございます。はい、ではこれから施術をしていきますね。ではベッドの方にお願いいたします。はい、で先にこの前と一緒で、はい、反り腰の浮き具合をちょっと見ていきますね。お願いします。この前よりかはマシですけど、ちょっと戻ったぐらいかなって感じですかね。はい、今のうちにまた自分でも確認しておいてもらっていいですかね。はい、そうですね、手のひら入るぐらいですね。はい、じゃあこの状態ちょっと覚えておいてもらって、はい、しっかり施術していきますね。はい、お願いします。この前と一緒にまた膝曲げていただいて、はい、また股関節をほぐしていきます。はい、自覚症状としては別に左右差はない感じですか？そうですね、うん、今日は長時間座ってたりとかがあるって言ってたんで、はい、お尻周りもほぐしていきますね。はい、お願いします。一回ぐらい外れたな。はい、この時にお尻だったり
腰に違和感があったりしますかね。はい、あります。どの辺にあります？腰のここあたり、ちょっと触ります。はい、この辺。そうです、もうちょっとしたらあそこら辺かな、うん、はい。今の違和感を覚えておいてください。はい、この状態開いていきます。はい、これで開いてみます。はい。今これ腰どうですか？はい、かもしれない。大丈夫ですかね？はい。よいしょ。こっちはどうですか今？右よりはそんな感じないです。なんかちょっと出てます。はい。倒します。はい。じゃあ早速骨盤の矯正をしていくので、はい、僕の方に向いて横向きになってもらっていいですか？こっちですね。はい。はい、じゃあ上の膝曲げてもらって。はい。丸くなってもらう、はい、そう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 、肩の力抜いてもらってだらーん、よいしょ、はい、反対向きになります、はい、反対側もそういう感じで、はい、曲げてもらって、よいしょ、丸くなって、はい、だらーんと、はい、上向きでーす、はい、後ろいるのでまたもたれてきていただいて、はい、首の後ろで手を組みましょうか。はい、で丸くなってもらう、はい、ダラーンとします、もたれてもらって、はい、よいしょ、はい、丸く肩を下ろしてもらって、はい、顎を引いてもらっていいですか？はい、あ、腕を下ろしてもらって、はい、確認していきますね、はい、すっきり皮マシかな、今これ実際自分でも手入れてみてください。はい、もう全然さっきより入らないです、はい、OK、では、次に背中周りほぐしていきますので、はい、下向きになりましょうか。はい、はい、では今から背中と
腰とほぐしていきますね。
い、では起き上がりましょうか。はい、ではこれで施術は以上になったんですけども、はい、施術後今腰どんな感じですかね。全然痛くなくてふわふわしてます。ふわふわしてまた検査の方をしていきますね。はい、では肩幅に足を広げていただきまして、はい、前屈からしていきましょうか。はい、さっきよりだいぶ柔らかくなってますね。はい、で腰に手を当てていただいて、はい、沿ってみましょうか。はい、反った時の痛み、今いかがですか？ないです。よかったです、はい、では左の方に向いていただきまして、はい、では前屈をお願いします。はい、で腰に手を当ててもらって反ってみましょうか。はい、ありがとうございます。はい、まあ、手術前よりだいぶ反れてもいるようなので、はい、まあ、このまままた経過観察していければなと思います。はい、では最後に今日の感想をお願いします。はい、最初検査でやった前屈後屈は結構痛みがあったので反れる限界があったんですけど、最後の検査ではスルッといけて限界がない感じでとても楽でした。良かったです。まあ、このまま維持できたらいいなと思いますので、また頑張ってきていただければなと思います。はい、では本日ありがとうございました。ありがとうございました。